はい、どうも、しゅうかです。今回もですね、引き続き、トレジャールーレットをメイン動画の方でやっていきたいと思います。さあ、まず企画ルーレットを回していきたいと思います。はい、本心ではですね、ライトな感じをやりたいんですけれども、こればっかりはわからないんで、さあ、回していきたいと思います。それでは、ルーレットスタート！はい、ストップ！さあ、どれ出るかということなんですけれども、おー、なるほど。SG 優勝者、一着禁止。さあ、次は、ジョールーレットです。本日、4月の30日となっております。ジョールーレットの方を回していきたいと思います。ルーレット、スタート！はい。さあ、どれ出るか。ストップ！今ね、お盆シリーズがあるんでね、SG 優勝者多分走ってると思いますけど、ね。おー、なるほど。九州地区。はい。ということで、SG 優勝者一着禁止、九州地区のレース場で、船券勝負をやっていきたいと思います。それでは、行ってみましょう。さあ、ということで、SG 優勝者一着禁止プラス、九州地区ということで、選びました。若松11レースです。はい、ここ SG 優勝者が、4号艇の篠崎元志選手、2012年のシリーズ優勝、2015年の、峰選手とデッドヒートしたメモリアルのガマゴーリ、2回 SG 優勝しております。今回若松、ゴールデンウィーク戦ではあるんですけども、SG 優勝者が、篠崎選手しかいませんでした。なので、これで、トルジャールーレットの船券勝負をやっていきたいと思います。ポイントはですね、その篠崎選手が、ただいま3連勝しております。そして2つ目のポイントは1号艇の岡村選手 82% の陰線勝率。ただ3つ目の要素の6号艇の村岡選手がモーターがあまり出ていないのに前付けしました。しかもインドリです。これは波乱しかないかなと思っておりますし、 SG 優勝者一着禁止という上では買いやすいレースなのかなとは思っておりますけれども、頭が難しい。進入も展示とは変わる可能性も大ですので、その辺も含めて解明こんな感じにしてみました。さあ、ここですね。展示が612345になっておりました。岡村選手は入るなと僕は思っております。なので、並びが162345で買っていきたいと思います。まず一つは、イン逃げ。岡村選手のイン一着率 82.3%。かなり強いです。3コース、4コースが2着に入る。そして、インの買い方の3着には、2と3以外の4と6を500円。買ってきました。そして、穴目に関しては、村上選手がイン取りしても、6コースになってもいい目で勝ってきました。2の頭、2123。そして3の頭、3134。これはですね、単純に2と3のまくり、あるいは岡村選手がインを譲った場合、岡村選手まくると思います。そうした時の2と3のまくり差し、差しという目ですね。さすがに篠崎選手の5コースからの頭は、今回は外せそうな進入の感じでもあるので、大チャンスだと思っております。合計12点の4000円で勝負していきたいと思います。オッズ的には岡村選手の頭、そして篠崎選手の頭、4コースの松田選手が攻めてからの篠崎選手の全速まくり差し、これだけはちょっと怖いんですけれども、SG 優勝者一着禁止という形ではかなりいい番組構成だと思いますので、この後レースの方を見ていきましょう。さあ、今日は前付けがありますので、こちらから見ていきたいと思います。はい。まあ多分インドリね、しないと思うんですけどね。うん、これは深くなりそうだから。松田選手も言ってる。2が遅れた。篠崎選手も牽制してほしい。それなら。取らせるか？行かせたな。ただモーターがね、出てないっぽいんでね。これは1まくりに期待。まあそこが失敗すればこれもう2-3なんですよね。そうなってくると、はい、よくあるやっぱ自我まくりからの通常出しの2-3。まああとは篠崎選手のね、2着は怖い。はい、篠崎選手は5コース戦 14.2% の1着率、3連タイムの 64% あります。はい、なのでまあその辺は、あと山崎選手、松田選手は各3コース4コースから、まあ、16% というふうに同じぐらいですね。松田選手は特に4コースはまくりで勝つ、まあ、攻めてくれるんで、
以前動画でやった、西島チャレンジの時には、まあ、攻めてくれたんで取らせてもらったっていうのがありましたけども、まあ、4カードになれば攻めていいと思うんですけど、まあ、時間まくりが濃厚なのかなと思いますけどね。村上選手がね、どうなるか。陰線は 70% の一着率です。激強ですね。岡村選手も2コース戦だとね、そんなに、うん、これはいけやし、これはまくれる。よし、OK。これでうち3手で決まるでしょ。OK。OK、これ4もない。いいよ。ナイス !2-1 の方がいいんだけどな。いいよ。うん、OK。2-1、2-3。2-3来たら、2-1-3は美味しいよ。激美味しいよ。いけ伸びろ。いや、1-2-3はダメや、外れる外れる待て、それはやめろ。マジでもう、ちょっと、そんな展開あるか。あ、4が来てくれた。なんとか。いやー、これはちょっと、篠崎選手頼みになる、このタイミングなんだ、これ。1-2-4か。いきなりオッズががっくり下がりましたね。このオッズになってくると、かなり下がっちゃいます。いやー、危ねえけど、まあ、技術は下がるでしょうね。そこ、ちょっと全然話せない。マジか。松田選手は結構ね、うまいんですよね。これ、2-1-4とかだと、80倍ぐらいついてるんで、トップの方抜いてくれないかな。いくらつくんだろう。ちょっと謎だな、だいぶ。岡村選手、時間まくり。うん、まあ、どっちでもいいというところで、勝ったので。はい。おお、33倍。おお、まあ、いいオッズですね。うん、まあでもちょっと2-1の目もあったんでね、そこは美味しかったんだけどな。ただまあ、1-2になった瞬間に4来てくれみたいな感じになりましたんで、ね、よかったです。はい、はい、1-2-4でした。いつもの4点買い目が来てくれました。結構美味しい目になりましたね。はい、3300円。岡村選手があれまくりに行ってなかったらちょっと危なかったですね。良かったです。はい、ということで16,500円で帰注いたしました。16,500円ということで12,500円勝ちですね。いいオッズになりました。あれ、村上選手が前付けしてなかったら篠崎選手絶対食い込んできてる位置ですよね。逆に来てくれて良かったっていう感じの目でした。トレジャールーレット初めて当たりました。ということで次回の動画でまたお会いいたしましょう。それではシュガーでした。さあ、今回宮島編西島チャレンジ最後になります。はい、僕今回は全部参加したレース全て外しております。はい、ここですね、2コースに入りました。いや、もう今日の買い目はね、もうせっかくなんで、もう歪んだ愛を買い目に表現してみたというところで、2コースなんですけど、イントレインちょっと取っちゃえ。いいですよ。さあ、いつものように西島が、いつものようにって言われてますね。はい、ということで解明こんな感じにしてみました。はい、西島選手2コース時、もうね、まあ前言いましたけれども、3コース、4コース、5コースに負けるというところで、そこで入れていきました。そして、まあ西島選手のね、2、3着は来るんですけども、来ることは多いんですけども、もう1回も僕は当ててないので、もう外しました。歪んだ愛です。そして、これ、イン逃げもあるかなと思っております。っていうのは、山本選手は 70% のイン勝率、82% です。で、1着か着外、これは面白い。で、まくられやすいっていうのもあるんで、これ大チャンスなんですけども、一応イン逃げも、134の234。これは100円です。16点で勝負したいと思います。で、これ、三宅選手が人気がないんですよね。展示でかなり遅れてましたから。なので、2と3が来てくれればというところで。古川選手は、まあ、A級でもありますし、売れておりました。
さあ展開を作ってもらいたい。2が遅れてもいいですし、攻めてもいいですし、まあ、2が攻めるのが一番面白いんですけど。あー、西島選手が握るパターンだこれ。いいよ、でも握るパターンは面白いよ。これまくり差し入りますよ。これいっちゃう。全然いかない全然いかない。まくるパターン、まくるパティン。おい、ちょっと山本選手、待ってくださいよ。しかもこれ結構1来なかったらつきますよ。山本選手はまあ2着もそんなに取らないと、1着以外は負けやすいっていうのはあるんですよね。これちょっと西島選手頭でも結構つくんじゃないか、これ。ちなみにあの余談なんですけど、西島選手が2コース戦で勝つ、まあ 9% 以下、 9%、 10% いかないぐらいの勝率は大体まくりなんですよね。はい、差しではほぼほぼ勝たないというところ。1遅れるのはちょっと勘弁してよ。そこ遅れたらもうこれも何もできないですからね。抵抗もしなかったですからね。3着に入ってきてるし。はい、5、4、1。これは人気方面だと思います。はい、ということで、まあライブ配信でも残念でしたし、ちょっとマジで噛み合わない。やはり1日目2日目はやっぱ西島選手あの狙えると思うので、もう僕はちょっとね、本当そういう時、それとまあ2コース戦、それを主にこれからは西島チャレンジをやっていきたいと思います。ちょっと全レースやるともうやられる、絞られるっていうところがちょっと分かりましたので、その辺もやってみたいと思いますので、本命サイドです。残念です。はい、ということで541、もうこれはもう一番僕の中では頭の中にはない5まくり大敗です。ということで、また次回やっていきたいと思いますので、また以後の動画もお楽しみください。それではシュガーでした。